電車前のリーグ戦なんで、まあ、5点取れたっていうのはだいぶ電車に向けて、まあ、チームが成長してるってことだと思うんですけど、まあ、2失点はちょっとまだ課題があるなってところなんで、その失点をなくせるように電車までにしたいです。